どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今日は近畿27挑戦していこうと思います。正門も身もない。けど、やる気だけはある。頑張っていきましょう。こんな感じです。まず、ポラリスです。はい。ポラリスは、ちょっとよくわかってないんですけど、適正ランキング1になったんで採用しました。何が強いんでしょうか？多分スキルかな？あと、ま、スピードアップかな？わかんないですね。で、アザトースアルファです。はい。こちらに関しては、適正ランキング3位なんで採用しました。何が強いかわかってません。ヤクモです。ヤクモに関しては、まあ、強いでしょう。ヤクモちゃんに身の厳選してます。はい。で、ポラリス、フレンドさんに借りてます。同族積みまくってくれてますね。という感じです。実はもうこの動画を撮影する前にですね、2回殺されてます。もうあまりにもボコボコにされたんで、ちょっと動画にできないレベルでボコられたんで、今日はね、テイク3ということで、頑張って27の極やっていこうと思います。行きましょう。もしかしたら初見の動画が最初にちょっとついてるかもしれない。わかんないですね。やっていきましょう。まず1階層からです。はい。でこのダンジョンは敵に当たるたびに火力が上がっていくダンジョンなんですよ。なので、であと味方に当たると激臭が変化するって感じかな。なのでこんな感じで、まず一旦2発当ててからいいですね。これで殴っていきます。で攻撃力が高いと敵に1人当たるだけで十分突破ラインに入ることもあるらしいんだけど、ちょっとゆうこるチャンネルのこいつらは攻撃力そんな高くないので、基本2体当てていきます。はい。やばい、1体しか当たってないね。2体当たったね。2体当たったらこんな感じで火力が入るんだけど、はまれないとね、あんま強くないんですよね。はい、素晴らしい。ブラボー、ナイスー。はまらないとあんま強くないんで、まあ、敵に2体当ててからはまりに行くイメージかな。だから結構難しいっすね。でもここはいけるでしょ、ヤクモなら。ヤクモはいけるよ。うわい、ナイスよ。ヤクモさん。え、もうこれワンポンじゃない。パーフェクト。パーフェクト。完璧ですね。さあ、これで倒していきましょう。で、続きまして、バトル3。ここはヤクモに当てて、まず貫通タイプにします。で、かつこれで貫通タイプになって、やばい。もう意味が分かんない。あー、すごい強い。なこれ。何が起こった？なんかモンストさ、キャラ早すぎて見えない。残像しか見えない、マジで。気づいたら敵は死んでる。これで貫通のやつ倒す。やべ、ミスったー。あ、もう分かんないっすね。それは非常に分からないかなと。いやー、もう何が起こってるか分かんないですね、これは。ここもまあしっかり味方当てて反射にして跳ね返りに行きましょう。あ、待って、これでいいじゃん。いけ、ドーン。あ、攻撃力不足でした、失礼。まあでもいいんじゃない、いい感じではある。マジで攻撃力が足んねえ、本当に。ここは上の赤いやつに入りに、もうダメだ、みんな勝てない。マジで難しい。もう慣れてます今、難しすぎて。本当にね、よし、なんか分かんないけどいった。本当にね、27ね、これね、めっちゃむずいと思う。これね、適正キャラがいたとしてもよくダンジョンを理解しないとマジで勝てないと思うし、俺は本当に理解してないからマジで難しい。え、だこれとかさ、こういうことじゃない？ちょっと見てて、こうでしょ。え、惜しい。そういうことじゃないだから、うん、あ、そっちね、そっち。あ、左の雑魚2体じゃないよ、ボスの話。うん、狙いました、普通に。なんだ、俺が狙ってない証拠があんのかよ、これ。なんだ今の、マジですごいな。いや、いいけど、いいんだけど、下に入ってくれた。2連続パーフェクト。どうですか、普通に。いや、狙ってやってます、本当に。何ですか、俺が狙ってない証拠を出せって言ってんだよ。俺が狙ってない証拠を出せよ。なんだこれぜ。 SS ターアクセルって何、どうやってたまるの SS。 貯めたいんだけど、こうでしょ、下跳ね。あー、味方当たったら貫通になっちゃうのか、忘れてた。うわー、ミスった。うわー、真ん中の雑魚に当たってくれ。いや、マジか、もったいね。いや、こことかもさ、決めてるとすぐ負けるんだよね。だから頑張っていきたい。いや、これ貫通になっちゃうんだよな。これはでも逆に、あれか、そこに当たっちゃうか。マジで難しいね、このダンジョン。
やっぱ真ん中のやつが1ミリも削れない。意外と直でハマったらいけたりしない？いけるやん。いやいや、お前強すぎていけるやん。多分フェレナさんがミーめっちゃつけてくれてるからやろな、これ。いいね。で、ここも殴ります。いや、硬すぎ。攻撃力が全然足りてないんよな、マジで。いや、まだ SS 早いか。な、まだ早いな。いや、これ貫通なってまうねんな。このクエストとしては弱点なしやから。バグった、モンストが。とんでもねえぞ、おい。これでいけるっしょ。これはちゃんと。ねえ、もうそこ当たんないで。いけ！ナイス！よしよし。ちょっと何をしてるか分かってないけど、とりあえず倒してるのはでかい。アザトールスアルファは SS 何？スピードとパワーが一定期間あったね。了解。これも雑魚処理。なんだけど、難しいね、めっちゃ。このポジションからできるのがかなり難しくて。一回この青いは入って入ってなんか奇跡的に跳ね無理だよね。なるほどね。そうだよね。なんとなくこれはいけそうな気がするんだけど、アザトースアルファさ本当に強い。これ全然ダメージ入んないんだけど、それともポラリスが強すぎるだけ、もしかして。いけ、ナイス。ヤクモ強い、ヤクモがいっちゃん強い。よし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 、いいよ。いや、あのさ、右上のさ、あそこにさ入りたいんだけど無理かな。いや、ダメそうか。無理かな、ちょっと強欲すぎ。いや、いけそう。ちょっと行ってみていい？右上の TP 入れ、頼む。入った。いや、つえおい、みんなポラリスだ、やば、強すぎんこれ。ザコ2体当てでこの強さか、半端ないな。いや、ポラリスゲーもしかして。え、ラストのボスの配置どこだ？とりあえずザコ処理からね。結構反射貫通どっちも選べる状況。下に弾いたら貫通、上に弾いたら反射。いや、それは例外。むずいな。でもいいよ。ヤクモなら、ヤクモなら、惜しい。いい感じだね。これはちゃんとここで反射に持ってって、その後貫通。貫通から反射にして、邪剣。え？なんで？ちょ、なんで？ちょ、なんで？倒して？マジで。もう一回。ナイス。オッケー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 。よし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 、いいね。いやー。こうじゃない？いや。薬も入れて意味あんのか？いや、わかんない、もう、これ。わかんない、これ何が弾きかの正解？こうじゃね？センスなさそう、これ。いや、もうごめん、本当にごめん、みんな。もう本当にわかんないの。違う、本当にごめんなさい。本当にわかんない。何が正解だったんだろう、これ。当て方。それともこれなんか本当にいけたのかな。まあでもいけるよね、絶対。上手い人なら絶対今の倒してるんだろうね。よし、なんかもうよくわかんない時に超強いんだけど、何これ。いけ、もう一発。いいよ。え、足強くね、ポロリス。これポロリスさ、もう下ハマりにってよくない？さすがに強欲すぎ。これでいいか。じゃあどう？あ、もう終わった。
もう今ちなみに結構ガチで泣いてます、下手すぎて。でもいけるはず、信じてるぞ俺は。この編成をいけ、アザトスアルファがなんで3位かってこういうことじゃないの、俺が強いからじゃないの。反射になっちゃった、いや貫通のまま、いや強、マジで強い。いやこれは生かしてくれ、もう頼むマジで。なんか位置が悪いんだよな、絶対入れ番するでしょ。最後から最後まで何が強いか分かんなかったけど勝てたからオッケー。まあ、ポラリスが強いことだけは分かった。ちょっとボス、本当はワンパンとかしたかったけどね。まあまあまあ、いいでしょう。ということで27クリアです。さあ、次の冒険行くぞ。